吉田さん、あと1ヶ月ぐらいで私もね、40代とおさらばですよ。まあ私が継続したものっていうのの中で一番大きいのは生きているってことですかね。50年間生きることを継続してきました。時にはね、生きることを投げ出したくなるわけですけども、諦めても試合終了だよっていうのに私がね、違うだろうって感じるのは何度も諦めてきました、今までも。でも人生続いちゃうんだもん。誰もね、諦めた瞬間に、はい、あなた命終わりですって言ってくんないわけですよ。諦めたところで、そんなこと、自分以外は無関心で、どん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 進んでいくわけですよ。あとね、自分以外の人が何を諦めても、あ、そうなの、お疲れ様、でしょ？無関心でしょ、こっちだって。で、結局、人と人って、繋がってないんですよね。繋がってないから、どのように繋がっていくか、どのように、つながりを輪にしていてコミュニティにするかってことがビジネスでも人間関係でも恋愛でも人生でも求められてるんじゃないかなと思うんですよね。この人は信頼できる、この人は信頼できない、つまりは自分の見る目がないのに他者のいいところに依存しちゃうんですよね。この人は信じていても大丈夫みたいなね。いや、そんなことはないよと。勝手に信じるなよと。俺は俺で生きていくよとね。それで信じていたのに裏切られたとか言って、勝手に信じて勝手に裏切られたって思うなって話じゃないですか。まあ人間の感情は様々ですけども、まあけどもそのね、中で人は生きてるのかなと思います。こんな話があるんですよ、吉田さん。あるね、メキシコの大富豪が1億円以上するベントレーを土の中で埋めるよっていうふうな報道をしました。これ本当の話ですよ。そうすると世界中から報道陣や人が集まってきて、なんでベントレーを土の中に埋めるんだよとかね、もったいないな、大富豪の道楽じゃないか、そのベントレーどうせ土に埋めるんだったら寄付しろよ、土の中埋めたら無駄になるじゃないか、さまざま言われました。で、大富豪が穴の中にね、ベントレーをぐーっと沈めて、まさに土をかけようとした瞬間です、多くの報道陣がシャッターを切ります、カメラを回します、多くの人がヤジを飛ばします。その瞬間、その富豪は中止、やめようって言ったわけですよ。で、会場はどよめきます。なんでやらないんだよって、人が集まってきたのに、どういうことだ、やれよって言うわけですよ。今度はね、さっきまでやめろって言ったのに今度はやれって言うわけですよ。そこでその大富豪は種明かしをします。このベントレーを土の中に埋めるっていうのは多分私ぐらいしかできないでしょうねと。でももっと価値のあることで皆さんができるのにやってないことがあるんですよ。今日はその話をしたくて集まってもらいましたというふうに言うんですよ。実はね、この大富豪を臓器提供にかなりね、意識を向けているお金持ちだったんですよ。でもなかなかことが進まないから、今回みたいなイベントを通じて多くの人に集まってもらって、世界中に発信してもらいたいことがあるっていうので話し始めたんですよね。ベントレーを土の中に埋めるなんてのは多分私しかできないと。でも皆さんにできることってのは、死後の自分の臓器や角膜を提供することだよ。それこそベントレーを現役中に土の中に埋めるのはもったいない、だってまだ使えるんだから。でも皆さんは使えなくなった臓器をそのまま土の中に埋めてるでしょ、これはもったいなくないんですか、使わないんでしょ、人の役に立つんでしょ、どうですか、ベントレーを土の中に埋めてももちろん人の役には立たないけども、じゃあベントレーを土の中に埋めなくてもどうせ私一人が乗るだけだよ、誰の役にも立たないよ。でも皆さんは自分たちの臓器を提供せずに死んで埋葬するんでしょ、臓器提供のカードにサインしましょうよっていうふうに話を締めくくったらしいんですよ。でもこの話ってあんまり広まりませんでした、残念ながらね。まあ臓器提供、筋の通った話ってのは一部の人からすると都合が悪いのかもしれないですよね。またですね、ネタにならないっていうふうに単純に判断したのかもしれません。まあ今回ね、こういった話をしたのが特に理由があるわけじゃないんですよ。なんとなく思いついたんで話してみましたけども、でもこういったエピソードをたくさんね、知りながら情報発信するネタってのはいつでも見つけれるようになったかなと思うんですよ、ね、例えばこのテーブルの上にシールが落ちてます。ゴミ同然のシールです。でもこれよく見てみると葛飾柴又って書いてるでしょ。そうなんですよ、葛飾柴又トラさんサミットに出演した時にもらったシールなんですよ。で、こっから話を広げて、トラさんサミットの2日間の話をね、2時間ぐらいすることもできるわけですよ。だから情報発信ってね、こんな薄っぺらいもんでも、
数時間というコンテンツを無視、トラさんサミットに参加した方やそこで出会った方やトラさんサミットに出れなかった方の、そういった方の気持ちを持ってくることができるんですよね。もちろんトラさんとか興味ない方は再生ボタンを停止にするでしょう。でもそれはどんなネタでも同じですよ。ここにコーヒーあります。コーヒーについても長い間話すことができますけども、コーヒーに興味のない方や今喉が渇いてない方は退屈な話に聞こえるでしょうね。じゃあお金を稼ぐ方法って何でしょうか。その話ってみんな興味ありますよね。だってみんなお金に関わってるから。お金はないよりあった方がいいし、実は今お金持ってないでしょ。だからお金が増える方法ってみんな飛びつくわけですよ。ただそれが今忙しくってお金を稼ぐ方法を聞いてる暇がたまたまないって方は停止ボタンを押すかもしれませんし、そのお金の話信頼できないなっていう方はね、停止ボタンを押すかもしれませんし、私の動画を別のことで聞こうと思った方は、あ、今回必要としてないテーマだなっていうことでまた停止ボタンを押すかもしれませんしね。それを受け取った人の選択なんでどうしようもありません。ということで選択の線ということでね、お届けしてきました。皆様どんな選択をしますか。いってらっしゃい。まあベンツを変えるっていうのはいいですね。